皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の理科、流れる水の働きと土地の変化、3時間目の内容です。それでは、流れる水と変化する土地について学習していきましょう。今日の課題です。 川を流れる水の量が増えると、土地の様子はどのように変化するのだろうか。予想しましょう。これまでに学んだことから予想が欠けるといいですね。画面を一時停止してワークシートに記入しましょう。教科書を見ながら計画をします。 画面を一時停止してワークシートに計画を記入しましょう雨が降った時の川の様子を調べる川の水面の高さ水位と降った雨量をグラフで比べる雨が降った時の土地の様子も調べる 実際には増水している川は危険なので近づかないようにしましょう。そこで今回は教科書の資料を見ながらまとめていきます。ワークシートに記入をしてください。結果の確認です。グラフを読み取ると、 16日に降った雨の量では水位は大きく変化しないことがわかります22日や23日に降った大雨だと次の日になって水位が大きく変化することがわかりますさらに写真資料を見ると川の水の量が多くなると橋が壊れたり岸が削られたりする ことがあります結果から考えてください川を流れる水の量が増えると土地の様子はどのように変化するのだろうか一時停止して自分の言葉でワークシートに記入できるといいですね まとめていきます川を流れる水が増えると流れる水の働きが大きくなり土地の様子は大きく変化します教科書の写真のように長い時間をかけて流れる水の働きで浸食されてできた深い谷や運搬された土や砂が堆積した土地などがあります 学習内容をさらに深めていきます。教科書99ページから103ページの内容です。日本は傾きが急で、流れの速い川が多くあります。そのため、短時間にたくさんの雨が降った時、長い時間雨が降り続いた時などに洪水が起こりやすくなります。 99ページの写真を見てワークシートにまとめてみましょう自分の言葉で書けるといいですね100ページと101ページを見て洪水に備える工夫についてまとめましょう 多目的遊水地や地下調節池ダム砂防ダム川のライブカメラ洪水ハザードマップなどいろいろな工夫がされていますね教科書103ページを見ながら V 字谷と三角巣の出来方をワークシートにまとめてみましょう V 字谷も三角巣もどちらも流れる川の水の働きによって出来上がった土地です終わりにたくさんの雨が降った後に川の様子を観察してみましょうそれから旅行に行った時に川や崖土地の様子など観察をしてみましょう 今までとは違った景色の見え方になるかもしれないですね以上で流れる水の働きと土地の変化の学習を終わりにします